ティモシー・アレン・マッキントッシュは、アメリカ合衆国ミネソタ州出身の、元プロ野球選手。1995年に、日本ハムファイターズに所属した。1986年のドラフト30目で、ミルウォーキー・ブルワーズに入団。1990年、メジャー初昇格。1991年にはサンエーデンバーで、打点王を獲得モントリオールエクスポズ。 ミネソタツインズサンエイソルトレークバズを経て、1995年に日本ハムファイターズに入団。背番号9。米国時代には保守、または外野手としての起用が多かったが、日本ハム在籍中は一塁士を務め、56試合に出場し15打点、3本塁打を記録した。保守もできるということから、1995年7月の、 阪神大震災復興支援チャリティードリームゲームでは当時のロッテの監督であったボビー・バレンタインの発案によりマスクをかぶる予定であったが打撃不振のため6月には解雇された外国人選手では珍しい任意引退扱いでの対談だった日本ハムはこの年マッキントッシュの対談によってバーナード・ブリトーを急遽獲得することとなる趣味はパソコン 当時、テレビ埼玉のナイター中継中に、実況アナウンサーに、パソコンが趣味ですが、使っているのは、名前とは違うものだということですと言われていた。古谷実のコミック作品、池。稲中卓球部で、旧友、今日、うちに、マックが来るんだぜ。伊沢、なぜ、あいつのうちに、マックが旧友、伊沢くん、マックじゃないよ。マッキントッシュだよ、伊沢、日ハムの というギャグにも使われた。連載当時にはすでに対談していたので、そいつは玉拾いして帰ったというオチがついている。マッキントッシュという長い名前は応援団も苦心。ティムとコールすることにしたが、タイムリーを打ったイニングの後に称えるコールをしても、本人が聞き取れず無反応だった。日本人がティッムとコールしてもわからないのは当然であった。また、バットを握る際に、 両手の間が握り拳一つ程度開いた形の打撃フォームが特徴だったが、ゆえに早くから日本野球への適応を疑う声が上がっており、結果的にはその懸念が当たる形になった。ありがとうございます。